ュレイ。レミューのデータベースで見つけて、ううん、それ以前に一度だけ聞いたことがあったけど、つぐみがキュレイのキャリアだったなんて。軽蔑してもらって結構よ。軽蔑だなんて、そんな。じゃあ、怖い？私が怖いでしょ、ユウ。本当は、関わり合いになりたくないと思っていたんでしょ。そんな、そんなことないよ。どうして？どうしてそう思うのよ。だって、私だけが、ほら、こうして苦しまずにいるじゃないの。あなたたちが血を吐いて、やがて床に這うのを、心の中で嘲笑っているかもしれないのよ。そういうひどい人間なのよ、私は。そうは思わないよ、僕は。海がひどいやつだなんて思っていないよ。だってつぐみはココを助けたことがあるじゃないか。命がけで誰かを助けたことがあるじゃないか。だから何なのだ。私は今そうしたことを悔いている。ココは今ティーフ・ブラウンによって苦しめられているじゃないの。ポットの中で苦しんでいるじゃないの。私が気まぐれで彼女を救ったりしなければそんなことにはならなかった。本心嘘なんかじゃない。だって事実だもの。私だけが今ティーフ・ブラウンにかかっていない。どう、たけし、事実を受け入れる気になってくれた？何ですって。抗生物質やワクチンを生成するのは浅はかにも程があるわ。迂闊にそんなことをしてみんなが死んでしまったらどうするのよ。
ナリつぐみのこの診療室の奥に簡単なラボがある。遠心分離器についたアンプル生成用のマシンを備えられている。あれなら素早く正確にティーフブラウ抗体を抽出できるかもしれない。ティーフブラウをスキャンで見つけられるんだから、きっと抗体もスキャンで見つけ出して抽出できるはずよ。来ないで、タケシ。私に触らないで。そうまでして生きるなんて。一度キュレイになれば戻れないの。どんな目に遭うか分かってるの？しくじったら本気で恨むわよ。